こんばんは、山城と申します。さあ今日はね、何をやっとこうかというと、まさかのプロフィール変更第2回ということでございますね。前回ニコニコ動画の方ね、調べてみたら10年ぐらいね更新してなかったわけですね、プロフィール欄を。それを更新してみようとやったんですけど、まあどうせならじゃあ、YouTube の方もちょっといじくろうじゃないかというわけでございました。あそこは結構最直近では1年ぐらいいじってないのかな、っていう感じなんで、ちょっと見とこうじゃないかというわけでございます。早速ね、回していきたいと思います。お、早い、入りが早い、1分切ってるじゃん。たまにはそういう入りの時もあっていいじゃないかね。このままいっちゃう。で、なんだっけ、まずいな、なんだこの映像。なんだ、何のカメラ設定したの俺これ。どこだ、こう言ってた。はいはいはい。さっきね、ニコ動の方ありました。もうそのまま続きで撮ってるんですけどね。で、YouTube の方もね、ちょっと見てみましょう。こんな感じで上がってるわけでございますけど、おかげさまで324人までね、増えてきましたよということで、YouTube の、変更は、この YouTube スタジオね、のところのカスタマイズっていうところだったかな、のところのブランディングっていうところからできます。これね、ブランディング。ね、まあいろいろ写真とかも変えてるんですけど、違う、嘘ついた、基本情報だっけ、こっちだ、基本情報の方から文字を書いてます。で、チャンネルもこれ以上ですかね、下のステルスはゴーってなってますね。山寄りの文字外してね、やってます。どんな感じに撮ったっけ、こちらはね、走行捜索中のスタンプセルプレゼン。あ、そうだ、集団にしたんだ。忘れてた、危ねえ危ねえ。こっちもね、サークルから集団に帰れないとね。よいしょ。で、スターステルプレゼン。の公式動画チャンネルです。うん。それね、ゲームから、カレーまで、あまり武装作家とプレゼントするというコンセプトのもと、代表山城を中心に、三重県四日市市を拠点として活動しています。まあ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 、ここら辺じゃないので、まあ、現在の主なコンテンツ、ここでだね、結局、コンテンツの説明だけで終わっちゃってるんでね、どっちかというと投稿日とかそういった情報を増やした方がいいんじゃないかなと思うんですけどね。1000文字なんでね、ちょっとこの文字をどっかに移そう。こういう時にね、便利なのがね、実はね、アプリのドキュメントなんですよね。でもね、新規のドキュメントをストンと開いたって、とりあえず移しといたれば、大丈夫な。でこの時に普通にコントロール V を押すとああいう風になっちゃうんで、コントロールシフト V を押すと、あの文字がちゃんと、デフォルトの状態で保存されるんで、テキスト文章としてはね、見やすくなるのでね、これで糸を引きましょう。更新予定みたいなのを出しといた方がいいか。毎日、11月1日以降はない。今20時としちゃうと、明日以降のやつも20時しか変えないといけないよな。どうしような。一応11月1日からってアナウンスしちゃってますからね。あ、一応ここに書いておかないですね。2022。で、後からこれを外したいと思うね。11月1日以降の更新予定。一応ここに書いて出しておいた方がいいですね。毎日20時。さあ、そう。4つ目の動画ね、撮らないといけないんだけど、撮りきてねえんだよな。近場だからね。数に切れちゃいけないんですけど、ネタはね、何個かあるんですけどね、とりあえずちょっと部屋取りのやつから、温めていくかもしれません。ちょっと、外になかなか出に行けてない、まあ、これからの時間作れるかな、どうかなというところなんでね、ちょっとまだ分かりませんからね、今週も結局土曜日は仕事だったんでね、更新していきます。8月28日か。12時41分はオフィスの投稿だったんですね。あ、そのことのリンク貼っとかなあかんな。あちらにカスタム URL はね、ちゃんとスタッフセールになってるんですよね。そうそうそう。これもちょっと裏技があって、一時的にチャンネル名を英語にしちゃうんですよね。これ、日本語のまんまでやると文字化けしちゃうんで、URL が文字化けしちゃうんで、なんかわけのわからないやつにきちくなっちゃうんですけど、これね、実はチャンネル名を、
一時的に栄光にして、この時はスタッフセル2000っていうチャンネルに一瞬だけなってるんですよ。5分10分ぐらいだけなってて、その時に申請かけておくと、あの実は英語のちゃんとした、URL になるんで、登録しやすくなりますよっていうね、やるとか言ったりします。でリンクにニコニコの貼っといた方がいいね、貼っときましょう後で、動画とかで、2014年だったっけ、2014年のね、いつぞやにでもやってるんですよね、ニコ生配信も、コミュニティのところにあるはず、マイコミュニティで2010いつだっけ、2014年の6月18日で、ゼロ日はこれ全くあの見れないような状態で、本当に試しやったんでね。で、テスト公開でやったのはこっちです。2014年の6月18日が最初なんで。2014年の6月18日。そう。だから一応ゲーム実況2014年に始めてるの早いのは早いし、ですよね。一応結構走りの頃にゲーム実況もやってよみたいなんですよね。ただ本格的なゲームできないんで、ガールフレンドとかでやると思って、そのためにブラウザをいろいろいじくってね、放送できるようにするのに結構苦労した記憶ありますけどね。で、2019年、いつだって1月、2019年1月16日から始めてるんですね。19年1月16日ですね。あと個人的に言うと、もしかしたらあのこっちがもう完全に一応グループな感じにやってるんで、ど個人のやつをもしかしたら個人用のアカウントが見つかったんですよ。実はこの2009年の8月にニコニコやるんじゃないですか。この時にね、一応 YouTube でもやろうかなどうかなと思ってアカウント作ってたよなと思って、やっぱありまして、あの実はそこのログインが企業になったんで、完全に、本名の山田亮太になってるんですけど、でもしかしたらそこでちょっとした動画をアップロードするかもしれない。個人的な、諸報告を得るかもしれません。まあ、その時はまたこっちでも案内します。案内しないかもしれないけど、見つけたらまたやったってことです。あっちはね、アカウントがですから2009年の設立なんで、そこでアップロードすると あたかも子さんに見えますからね。こっちはもうこで、そういや追加でね、そのまま作ってる形になってるんで、そっちの方がよく分かってなかったんで、そういやあったなって改めて思い出したんで、ね、この前、古い動画のに出てみようと思ったんで、あれないなと思って、なんでやろうと思った、そこで、そういや前に作ったのがあったわ、そっちもまだ動かすかもしれません。で、公開し、まあ、こんな感じかな。こんな感じかな。で、あとそう、URL を何に外したい？お蔵入りいらねえしょ。だって2軍だしね。リンクの追加の公式サイトいるかな。ツイッターはいるだろう。ツイッター名でこうしてますからね。わざわざ公式サイトに来てもらうあれがないんだよな、正直。だから公式サイトを消して、まずニコニコか。ニコニコ。のアドレスは、どこだったっけ、どこで見れるんだったっけな、アカウントこれじゃなくて、これで一のはずだよね、確か。これうちの7桁なんでね、珍しいですけどね。これでいける、これでいける。このユーザー名のやつで、オフライビー、それ確認しようか、オフライビー。どうせ日本語が飛んでくるか、日本語が飛んでくるかね。
あれもね、そう、スターステールのあれでって、ね、言おうかなと思ったけど、一応ね、メンバー派がやはり全然政治的な主義主張はみんなパラッパラなんで、あの、どうもど左なやつもおったりと、いうところであるんで、うん、一応これに関しては、サークル名でこう出すのは、なしにしようかなという方向で言ってます。一応個人のやつでという形にしようかなと。で、これの、日本法画像、自治政治、日本法画像が、あと、今は政治になってるから、あ、これね、自治政治じゃない、これもうちょっとまた書いてありますけどね、URL これになってた。よいしょ。そう。で、まあ一応成人ですと、ど個人だね、どうでもいいやつは、そっちの方を使うかもしれないですけど、まだ予定ないんで、一応これで入れておきましょう。まあ4つ目の方が、長すぎた。大丈夫ね。よし。こんな感じでいいかな、ニコニコ動画。まあ、どっちかというと、ニコニコ一番前に持ってくるもおかしな話、まあいいや、こんな感じが最初の5件、1,2,3,4,5 5件入るな。よし、バナーのリンクは最初の5件にしてあるので、これでいいかな。国会で、ちょっとデバッグで見てみましょうか。こんな感じね。登録した日にあげてんだね。まあ準備してましたからね、もう動画の自体はね。作って、よっしゃ、アカウント作ろうって言って作って、そのままあげたので、早いな。そんな感じでしたね。仲いいなぁ、あの頃はね。って感じですね、まあ一応。ニコニコ動画。あ、アイコン出るんだ、ニコニコ動画の。面白。YouTube ニコニコ動画のアイコンがあの不思議な感じですね。こんな感じで。リンクはね、ニコニコ動画もちょっと飛べるね、OK だね、よし。で、こっちからもね、YouTube にも、飛べるはずですし、飛べるね、大丈夫だね、よし。デバッグも OK ということでですね、まあ、まあ、こんな感じになっております。まあ、11月からね、また、あ、まあ、今も毎日投稿やってんだ。毎日はね、投稿はやってきますんで、うん。な、ね、人にとってはいや週1でいいからもうちょっとまともな動画に、ブラッシュアップしとけて、言わせた気もしますけど、まあ、うちはどっちかというと、出すこと、メインでね、量打つのを、ね、メインで、まあ、少なくとも2000本いくまではねちょっと量で打とうかなと思ってたんですけど、あの世の中にはね、あの1万本とかねやっぱ上げてる人上げてるんでね、いやーやっぱ、うん、数打ってた方がいいかなと思いますんでね。まあ一応作戦的にはね、それでね、今12万8000まで来ましたもん。あ、21万8000まで来てますから、ね、もうすぐ22万再生いきますからね。うん。今のペースだと一応来月ぐらいにも行くのかな、ということなんでね。まあ一応なんやかんやその再生数が入ってますんでね、ありがたいと。まあ一応この作戦で、継続していこうかなと思っております。なのに登録者がどうしてこんなに増えないのかっていうのは、単に、インターフがつまらないからじゃないかなと思います。それはね、仕方ない。果たしてどっちがいいのか。まあでもね、一応、その YouTube の作戦としては、登録者数を増やす作戦よりも、再生回数を増やす作戦の方が絶対いいんで、長期的に見たときにはね、これでやっていこうかなと思っております。ということでね、まあそんな感じでね、またよかったらね、ぜひね、この動画からね、してもらった方もね、ぜひチャンネル登録とね、していただけたらいいんじゃないかなと思います。あとそうだ、あれ変えとかないときには、うちのやつで、そのプレイリストからの方が見やすいんで、プレイリストからの、視聴をお勧めしますっていう文言入れとかないとね、再生リストをまとめたやつも取っとかないとね、ちょっと再生リストが逆に多すぎてね、もうこんだけね、動画上げとってね、ってなるとね、再生リスト自体がまた、のまとめが必要になってくるかなと思います。その辺もね、またちょっとやっていきたいなと思ってますけどね。一応これで OK! よし、出来上がったってことでね、よし、20分喋った、ニコ動画の方と同じぐらいの分数稼げたんで、これで、やっていきたいと思います。どこで上げるんだろう、近々上げると思いますのでね、よろしくお願いいたします。
ということでね、以上でこの動画を締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。これで、だってこれで2回になるんだもん。そりゃね、普通にやったら70ポンドとかになるわね。